アルプラザ鶴見は岐阜県大垣市にあるショッピングセンター。平和堂を各店舗とするショッピングモールで平和堂による運営されており、岐阜県下の平和堂で唯一アルプラザを名乗る店舗である。かつては中京エリアの GMS チェーンのグランド玉子市の店舗の玉子市鶴見 SC であったが、2004年2月20日、グランド玉子市は民事再生法を適用し経営破綻。 平和堂の子会社、平和堂を東海が引き継ぎ平和堂鶴見店となる。その後旧店舗を取り壊し、2006年11月25日、アルプラザ鶴見が同地に開業する。近隣に4タウン大垣、イオンモール大垣、アクアウォーク大垣などがあり、競合が激しい。その中でも東 SC は中高年をターゲットにして差別化を図っている。 平和道産加の柳原フェルテンが2011年7月20日に閉店し、21日にアルプラザ鶴見に移転した。しかし、柳原の店舗営業終了により、フェルテンも2019年9月28日をもって閉店した。経ズ電機、ありがとうございます。